スローダイブはイングランドのオルタナティブロックバインド。フィードバックノイズを用いたシューゲーザーと呼ばれるサウンドスタイルを持つ代表的なバンドとして知られている。1989年にイングランドのレディングにて学校の友人だったニール・ハルステッドとレイチェル・ゴスウェルが中心となって結成する。二人の他にニック・チャップリンとエイドリアンセルがメンバーとなる。 バンド名はメンバーの夢から来ている。1990年にクリスチャン・セービルが加入、セルが大学へ行くために脱退し、代わりにサイモン・スコットが加入する。同年、クリエーションより、ファースト EP、スロードブをリリース。続けて、モーニングレイズとホールディング・アワー・ブレスの2枚の EP をリリースした。1991年にデビューアルバム、ジャスト・フォー・ア・デイをリリースする。 1992年3枚のシングルの中からアルバム未収録曲を集めた編集版ブルーデイがリリースされる。1993年に EP アウトサイド・ユア・ルーム EP をリリースし、続けてセカンドアルバムスー・ブラックをリリースする。この作品では2曲にブライアン・イーノが参加している。同年に前編打ち込みを用いた 5EP とリミックス版の 5EP をリリースする。1994年に、サイモンが脱退し、イアン・マカッチョンが加入する。1995年に、それまでとは異なるミニマルな音作りのサードアルバム、ピグマリオンをリリースした後、バンドは解散。その後、ハルステッドとゴスウェル、マカッチョンの3人は、モハービーさんを結成する。ハルステッドは2002年にファーストソロアルバム、スリーピングオン・ローズで、 ソロデビューを果たす。ゴスウェルも2004年にソロアルバム、ウェーブス・アイ・ユニバーサルをリリースしている。マカッチョンも自身のバンド、ザ・ルース・サルートで活動している。セービルは以前結成し、休止状態だった、モンスター・ムービーを再始動させ、スコットは、ローゴールド、インナースリーブを経て、テレバイズのメンバーとして活動、ソロのエレクトロニックミュージシャンとしても、作品を発表するなど、 旺盛に活動。2014年1月28日、同年に開設されたバンドのツイッター上で、スペインのバルセロナで行われるロックフェスティバルであるプリマベーラサウンドに向けて再結成したことを発表。ヨーロッパや北米でもツアーを行い、7月にはフジロックフェスティバルで初来日。2017年5月5日、22年ぶりとなる4枚目のアルバム。 スローダイブをデッドオーシャンズよりリリース。自身最高となる前衛16位、全米50位を記録した。プリマベーラサウンドでのライブ公式サイトではハルステッドとなっているが、英語版ウィキペディアではチャップリンとなっている。ありがとうございます。